刻は8時28分に今なったところです。ゼロモーニング、この時間のお相手佐藤真希です。それでは今日は月曜日ということで、この方にご登場いただきましょう。おはようございます。おはようございます。卵の12個入りパックをまだ見たことのない諏訪ひろみ、マンデーです。今日もよろしくお願いします。マンデー、見たことないですか？じゃあ買いに行くスーパーにもよるのかな。うちいつも10個入り買ってたんですけど、もうね、今1ヶ月前ぐらいからかな、12個入りのパックになっていて、すごいですよね。そう、最初なんかわおまけとか思ったんですけどでも家の冷蔵庫にあるこう、ほら卵を入れるとかあるじゃないですか、あれはね10個入りなんですよ。あ、だから上に重ねたりするんですけど、っていうか、うん、10個入りのパックを12個入りの新しい規格ものに作り変えたってことですよね。なんかすごいですよね。ちょっと感動してるんですけど、どうなんだろう、これが今だけなの か、 あ、 そ、 かそれともね、また元に戻る時が来るのか。でもパックの規格が12個入りのパック作ったらしばらくそれで行くのかな。いいですよね、本当に1ダースだ。そう、なんかね10プラス2っていう書き方をされてるんですよね。そうなんですね。だからおまけで今だけなのかなと思ったりもしてるんですけど、あの普通の10個入りパックがちょっと長くなってる。あ、そう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 、そうなんですよ。そうですよね、卵はおまけって言って外に袋でつけるわけにいかないですもんね、だからね、なんかこれいつまでなのか、それとも今後も続くのかどうなのかなと思ってはいるところです。はい、はい、ラジオネーム金曜日の男富山さんからメッセージいただいてます。はい、マンデースワさん、マキさん、はい、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。もらって嬉しい差し入れ、ちょっとしたものからお土産的なものまで、いただけるものは何でも嬉しいです。確かにそうですよね。新潟県以外のものであげると、富山県のお土産、おそらく一番人気の白エビ気候です。あ、美味しいよね。マキさんもご存知かと思います。ふるさと納税でも返礼品に選びました。お二人はどうですか？長野県のものでなくてさせーんということなんですけれどもね。まあ確かにね、こうやっていろんなご当地もののお土産的なものを差し入れいただくと嬉しいですよね。そうですね。私基本的には何でも嬉しいタイプです、やっぱり。うん、やっぱりこの金曜日の男富山さんもね、いただけるものは何でも嬉しい。そう、やっぱり嬉しい。そうですよねそれは言えると思います、この職場への差し入れとかもあるし、あと諏訪さんとかこうほら楽屋への差し入れとかいただくこともあるかと思うんですけれども、いや本当にね、いただき物はすごく幸せだなと思うんですけど、たくさんいただいています、だからその気持ちがやっぱり嬉しいですよね、だから自分が人にあげるときに考えすぎてわからない沼にはまってこう抜け出せなくてすっごい悩むっていう時があるんですよね、みんなどうやって決めてるんだろうとか、私が前話していたあのこのおせんべい好きって言ったらそのおせんべいを買ってきてくれたりとか、すごいなと思うんですよね。私あんまりそういうことできてないなと思うと、こう落ち込みつつずっと何すればいいかなってこうルーティーンとかループにはまってしまって抜け出せないみたいな、それが割と多いので、私は人に差し上げるのが苦手なんですけど、で、考えすぎて大丈夫かなと思うあまりに、相手が見えていなくてあげられないっていうなんか定番のものを一つ二つもう用意しておくといいかもしれないですね。もう 誰でも喜ぶような、もう私これ好きだから食べてっていうのまで決めてます。もう地元のものはそれで決めてます、はい。なんかこう私も司会したりすると楽屋に入れてくれたりする時もあるんですけど、ありますよね、個包装になってるものとか手が汚れないものとか、それは助かる。あとはこう喉に引っかからないものとか、そういうものとかがこうね置いてあったりして助かるなってなりますね。個包装はね、本当にありがたいですよね。そうで、あとこう飲み物にしても、お水とかお茶とか、あとはまあコーヒーとかあったりもしますけれども、選べるとそう、そういうのをね、いくつかこう選べるように用意してくれてあったりします、嬉しいよね。毎週火曜日夜7時からはクラシナショーのリメンバーズ、1時間番組にリニューアル、ゲストコーナーやニューミュージックに恋して、ここでしか聞けない弾き語りコーナーなど内容充実、1時間たっぷりとお届けします。時には公開生放送もあるかも。お楽しみに。時刻は8時35分です。さっきCM 入る時あまりに唐突すぎたかなと思ってるんですけど、パッ
と見たら残り2秒で慌てて BGM 下げてあのマイク切ったんですけどはっと思って大丈夫慌てちゃったと思ってすいませんいつも話しててまあいいやさあ今日もメッセージたくさん来ていますのでご紹介お願いします。はい、おたまじょくしさんありがとうございます。ありがとうございます。ひろみさん、まきあな、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。昨日はおひな祭り、運の塾におひな様を見に行ってきました。あ、いいですね、いいですよね。午前は自分のおひな様片付けて、午後運の塾へ立派なおひな様、ガラスのおひな様を堪能、ホワイトデーも兼ねてアトリエドフロマージュにケーキと紅茶、美しが原高原を眺めながら素敵なひとときでした。すごい、なんか東御市の一番標高の低いところから高いところまで行った感じですね、ですよね。これはホワイトデーも兼ねてってことはおデートですかね、素敵ですね。 あら、いいですね。もらって嬉しい差し入れは、おやき、自慢焼き、チョコレートです。ちょっとお腹空いた時に嬉しいです。あー、みんなね、美味しいものですよね。生歌リクエストジャンル幅広い、お疲れ様です。歌謡教室の課題曲、岩本久美さんの酔うほどにをお願いします、ということでいただきます。課題曲、そうそうそう、課題曲のリクエストが来た。そう、あのね、課題曲を決めて、その曲を1ヶ月半っていうか3回のレッスンで、みんなで勉強していくみたいな感じで、あの教室をやらせていただいて、講師をやらせていただいてるんですけど、はい、おたまじょくしさん今度の課題曲、おあの私も頑張ってちょっと課題曲って言われるとちょっと緊張しちゃいますね。しますね、はい、この後いきたいと思います、ね、お願いします。はい、続きましてキラキラ星ももさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ひろみちゃん、まきちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日もマイナス朝、寒いですね、本当ですね、昨日、ひろみちゃんの素晴らしい歌を聞かせていただきました。あ、ちょっとね、はい、お聞きいただく機会がありました。素晴らしい歌唱力で、歌詞もすべてアンプしてないですよ、見ながら歌ってましたスマホ見ながら、いや、これね、ちょっと練習の風景を、見てご覧いただいたという感じなんですよね。あの私の練習をなんかこう勉強していただければみたいな感じで、で、よく覚えていますねとお聞きしたら、やだほど練習するからとこれね、あの自分のオリジナル曲ね、そうそうそう、それはもうものすごいやっぱり数を歌うので、それはそうですよね、あの染みついてますよね、本当にね、私なんて10回も練習すれば喉が痛くなりますが、どうしてでしょうかそれはね、やっぱりなんでしょうね、あのこうちょっとずつちょっとずつ回数を増やしていくとかね、体調悪い時は無理しないとか、そういうことですかね。そうですね。テーマはやっぱりケーキですかね。あ、もらして、もらって嬉しいものかな。差し入れね、バイクだとどうしても形が変わってしまうんですよ確かに揺れて揺れて、あのほら配達のさ、おかもちみたいなさ、分かるのがないと揺れて、そうだよね、そうしてもらうと嬉しいよね、ということで生歌リクエストは、川は流れるをよろしくお願いします。中曽根美希さん好きでした、ということでいただきました。後ほどお届けしていきます。あと10秒ほどなので、メッセージの続きはまた後ほどお願いしたいと思います、はい、この後もまだまだ続きます。見ててね。登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉ときわ館、1年を通して季節の企画満載、地元東新地区限定お得なプランもあります。詳しくはときわ館ホームページか電話 22-0516 まで。諏訪ひろみのシングソングサクデナー、風に舞い上がる白髪の花、どんなに涙止めどなく流れても飛び立てばいいさ。諏訪ひろみのシングソングサクダイラー、登山列車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉時和館の提供でお送りします。それでは今日も時和館情報をよろしくお願いします。はい、諏訪ひろみが小諸菱野温泉時和館の情報をお伝えしていきます。情報その1、
4月1日からお料理が変わります。おお、タケノコのコースが始まります。いいね、季節ですね、たまりませんね。いやもう本当にね、あの旬を食らう、これ私本当に大好きですけれども、時は感いいですね。タケノコ食べに行ってみてください。はい、そしてハーフバイキングも始まります。ハーフバイキング、うん、はい、こちらはお料理が 3,4 品出まして、うん、その他はバイキングでお楽しみいただくという形のものだそうです。そういうタイプの、うん、へえ、いいですね。これいいですよね、うん、ちょっとあこれもうちょっと食べたいなんて思ったらそれたくさん食べれるとかありますよね。はい、時は館のお料理が春に変わるようです。はい、情報その2です。展望露天風呂雲之助の工事について、うん、こちら、少し前から修繕工事というお話をしていたんですけれども、はい、5月の12日から、うん、平成雲之助を取り壊す予定です。え、取り壊すんですって。ゴールデンウィークの後、うんうん、しかも雲之助に平成がついてるんですよ、うん、でどうなるかというと、うん、8月上旬には令和雲之助がオープン予定です。お、うん、なんかこうパワーアップしそうですよ ね、 ね、グレードアップしそうです、うん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 、現在いろいろ見積もり中、新しい雲之助を楽しみにしていてください。お、そうですね、うん、はい、情報その3です。サマンに引き続き、うん、第2弾はクラフトノンアルコールビール、うん、時は館のサウナ、トウジバーのサ飯ということでサマンを販売開始したところ、うん、思った以上に好評。その調子で第2弾はクラフトノンアルコールビールの販売をいよいよ開始しました。はい、こちら準備中だったのが開始されたようですよ、うん、これはあのサウナを利用した皆さん以外の皆さんもお楽しみいただけるということで、うんうん、気になる方はチェックしてみてください。ノンアルっていうのがねまたねいいですね。いいですよね。車で来られる方も多いでしょうからね。そうそう、あそこはね、うん、あの車じゃないと行きづらい方も多いと思いますのでね、うん、運転手の方も大丈夫。はい、楽しんでください。はい、情報その3、お休みの情報です、うん、次のお休みは3月7日の木曜日を予定しています。今週ですね。うん、そこを気をつけていただければと思います。はい、はい、5月の12日まででしばらくの間は展望露天風呂雲之助と別れなので、うん、あのよかったら日帰りで入浴も楽しみいただければと思います。以上が時は館からの情報でした、うん、はい、ちょうど春休みに入りますしね、うん、もしかしたらこう県外の方とかがいらっしゃることもありますから、うんうん、そうですよね。なんかご家族さんとか子供連れとかいいじゃないですかね。そう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 、いやいいですね。で4月1日からお料理も変わるということで、ね、楽しみですね。はい、季節ものはいいですね、うん、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。さあメッセージまだまだいただいておりますのでご紹介お願いします。スワッチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。マンデーさん、佐藤さん、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。この冬暖冬とのことですが本当に暖冬なのでしょうか、うん、確かに何日か暖かい日もありましたがむしろ平年より低い日がほとんどでした、うん、あ、そうなんですかね。どうなんだろう ね、うん、でもスワッチさんの体感そんな感じ、うん、とはいえ去年の日本の平均気温は統計開始以降最も高くなったそうです、うん、その原因は春と秋が極端に短くなったりその分猛暑の夏と極寒の冬が長くなって平均気温を押し上げているからだと思います、うん、地球の温暖化がこれ以上進む異常気象のせいで日本の四季はどうなってしまうのでしょうかね。旬の食べ物がなくなるのが悲しいので、うん、ここはちょっとどうにかしてほしいですよね、うん、はい、そこで今日のリクエスト曲はそんな厳しい夏と冬だけになってしまい嘆いている曲、うん、そんなのありましたっけ。大橋純子さんの黄昏マイラブなのですが、え、そうでした、うん、マンデーさんはこの春
バッチリメイクでお出かけルンルンしたい可能性がございますので、あ、これはそうですね、したいですね、うんうん、でもちょっと目の周りがね、なんかね、花粉症なのかあまりメイク乗らないんで困ってるんですけど、うん、竹内まりやさんの春ソング色ホワイトブレンドをお願いします。うん、いいですね。ね、ところで週末3月9日は佐久市の日だそうですね、はい、佐久市民の日だそうですね、うんうん、私の住む岡谷市の郵便番号がなんと394。お、佐久市だ。佐久市なんです、ね、え、岡谷市なのに佐久市いいですよね、スワッチさんありがとうございます、ね、気がついてくれてありがとうございますはい、続きまして行ってみたいと思います。次は何でしょう、こんなんか、ね、あれかなあれかなあれかなってまだ行きたい先に行っちゃうもうちょっと待とう、はい富山さん、金曜日の男富山さんからいただきました、はい、マキさん、マンデスバさん、皆さんおはようございます。おはようございます。マンデスバさん生当たりクエスト、うん、先週はこのニュースが全て持っていきました、うん、大谷選手ご結婚おめでとうございます。うん、そうですね、うん、本当にねびっくりしました、うん、いい話題ですよね。ダカーポの結婚するって本当ですか？あ、リクエスト曲ね。そう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 。よろしくお願いします。本当ですよ。もうしたんですよ。ね、そうですよね。はい、ありがとうございました。じゃあお待ちかねの行こうかな。はい。影の実行部隊小諸市のファンファンライダー2号まで60歳さん。ありがとうございます。ありがとうございます。FF 無作ダイラを今お聞きのリスナーの皆さん、スワヒルミマンデーさん、はい、マンデーマキシャー、はい、元気ですか？元気です。元気です。今週もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。やってきましたこのコーナー、クイズ形式生アウトリクエスト。お願いします。ヒント、3月です。うん、スワヒルミさん。お誕生日 おめでとうございます。そこ噛まないでちょっと照れちゃった。自分のところだから照れます。せ自分で言うんだよ誰よりも早くに言いたいおいらんんあそこ歌詞じゃないですよ、うん、あ違う、そう、誰よりも早くに言いたいおいら、だからファンファンさんが言ってくれてるんですけど、うん、自分で読んでるから照れるよね。あそこまだ歌詞じゃないですよね、まだはい、スワヒロミさんにこの曲を、捧げます。いや、うん、自分で歌うんだよねわ、うん、かるかな。ありがとう、理由は何もないんだよ。あ、は含まれてない、うん、あなたという人がいることでいいんだよ。いやー、さてなんだ、こう照れるよね。え、もうちょっと長く、うん、全然わかんないはいはい、誕生日のことは覚えていますか？ろうそくの匂い胸に溜めた、あなたのことをお祝いしましょう。あなたである今日と明日のために。私も分かんなかったんですよ。じゃあ分かんない私もうん、じゃあひろスワヒロミ演歌バージョンでお願いねって、こう、やだ、演歌バージョンで歌わないかもしれない、ね、ちょっと分かんないです。分かんないですよね、うん、熊木杏里さんで誕生日、おこれね、可愛らしい歌があるんですよ、うん、はい、素敵な歌なのでお届けしていきたいと思います、はい、それでは最後のメッセージになります。いや、はい、ちょっとね、自分で自分の誕生日なんか照れますよね。いやいや、いいんですよいいんですよ、代読ですから確かに代読梅ちゃんさん、ありがとうございます。マキさん、ひろみさん、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。もらって嬉しい差し入れ、うん、お菓子は多いですね、うんうん、でもパンが大好きな私はパンの差し入れって嬉しいかな。パンもいいね、うんうん、クロワッサン、アンパン、クリームパン、なんでも OK です、うん、このパン屋さんの最高だよって差し入れも嬉しいですね。あ、うんうんうん、本当ですよね、うんうん、小さいパンをいろいろ種類いっぱい食べたいです。わかるこれはわかります。マキ、うん、さんとひろみさんは大好きなパンありますか？うん、あるある、うん、いくつかありますけど、うん、パンドミーっていう、うん、ほら山形のパン、あ、うんうんうん、ああいうの切って焼いてトーストして食べたりとか、うん、パンドミー、そうそうそう、うんうん、あとはパンオショコラとか、パンオショコラ、なんかこう、なんていうのかな、クロワッサン地みたいな感じの中にチョコが入ってるものですね、うんうん、パンオショコラ、なんか
おしゃれなパン。昔ねパン屋さんで一時期バイトしてたことがあってそこね私もともと好きなパン屋さんだったから。おー素敵。そう、美味しかったですね。いろいろありましたね。ありますよね、うん、私もなんだろう、クロワッサン美味しいですよね。クロワッサン好きかな。あとなんかあの季節のパンとかいいですよね。あそうですね、季節ごとに出てくるパンありますもんね、うん、そうそうそう、春は桜のなんちゃらとかいいですよね、秋は栗のなんちゃらみたいな好きですひろみさんに生当たりリクエストお願いします。松任谷由実さんの卒業写真をお願いします。あーシーズンですね、うん、このあたりでは先週高校の卒業式がかなりあったとか、うんうん、卒業のシーズンですね。皆さんに新しい一歩を踏み出す元気をお届けということでいただきました、うん、先週ね結構雪が降ってる中を卒業式の皆さんが、うん、なんかあのこう涼しそうな足元で歩いててお大丈夫か気をつけてとか思いながらね見てたんですけどね。このあたり3月2日の土曜日が多かったですね、うん、高校の卒業式、ねうん、本当ですよね。なんか佐久長聖高校にはガクトが来たって、おなんか卒業ライブって言ってここ数年あちこちの学校に行ってるらしいんですよ、うん、ガクトが。で今年あの佐久長聖に来たんですね。あらガクト様が、そう、まあ、へーと思って、別に卒業生でもなんでもないけど、うん、へーと思ってなっちゃいますよね、うん、やばい卒業生でいたかったなって思っちゃいました今なんですって、へー私もへーと思いましたけど旧ツイッター X の方に富山 37B さんからいただいてます、はい、皆さんおはようございます。おはようございます。差し入れの日、うんうん、なるほど3と4だからですねもらって嬉しい差し入れは高級お菓子、お土産的なものですね。手を汚さず食べやすいはめっちゃ共感ですということでね。確かにそうですね。あるあるそういうのね。自分じゃちょっと買わないんだけどっていうちょっといいような感じのがあると嬉しいですね。あの大事に取っておきすぎて、うん、食べ忘れたとかないですか？ない。私たまにやらかすんですよ。どうしようこれ食べれないとかって。でも楽屋とかでもらったものは、うん、あのどうぞお持ちくださいって言われるから、うん、遠慮せずに ありがとうございますって、ね、それはもらって帰ります。そうそういただいてね、帰りますね。そうでそうするとお家で、うん、あの食べちゃう、全部食べちゃう。わかります、うんうん、あと最近クッキーに絵を印刷した菓子とかいただいて、すごい綺麗だなと思っていつも、うん、眺めて、うん食べれないままオリジナルとかだと余計にねそういうのありますよね。もうね飾ってありますよ、うん、私のお家になんかお菓子の展示コーナーがあってこれ食べないコーナーですね、食べてはいけないコーナーです、食べようよ、うん、いやもう食べれないです。賞味期限とかないんです。なんか、うん、夏のうちわの形した小さい飴みたいなのとか美しすぎて食べれなくて、うん、結局飾ってありますね。へいろいろねありますもんねお菓子ね、うん、ね。さあじゃあそろそろ生歌披露の時間といきましょうかね。はい、はい、じゃあ準備の方はよろしいでしょうか。はい、ではよろしくお願いします。酔うほどに寂しい、ああ酒よ わくらばを今日も浮かべて、町の谷川は流れる、ちぎれた指滑り落ちたコーヒーカップ砕け散って、私はただあなたの目を言葉もなく見つめるだけ、White skin 春の日差しに White lips 輝き出せば White friend 恋が芽生えそう。結婚するって本当ですか？今でも
あなたが好きだから、心を込めて祈ります、幸せを悲しいことがあると開く川の表紙、卒業写真のあの人は優しい目をしてる、人混みに流されて変わってゆく私を、あなたは時々遠くで叱って、おめでとう。今日までたどり着いたんだ。辛いことの方がよくあるけれど、ありがとう理由は何もないんだよ。ダメだ。あなたという人がいることでいいんだよ。ボロボロ。どうしたどうした。終わりーわいいのか拍手でと思って、最後が最後どうしました、うん、これねやっぱり、うん、よくわからない、よく、覚えられない、わからない、歌えない曲は一番最初に歌った方がいいってことですね。あ、順番ね。そう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 、そういうのも大事あります、放送終了後に歌ってみたで収録して YouTube にアップしてほしいわ、鬼リピッシャーわって、ファンファンさん、私の YouTube でとりあえずこのボロボロを鬼レピしてください、いやさっきまではねちゃんと歌えたんですけどね、はい、その前に歌ってた曲とか、あとはこうほらありがとうって言うとなんか違う曲がちょっとイメージされたりとかで、やっぱねこれね、自分の誕生日だから一番最初に歌うっていうのはなんだかなと思って頑張ったんですけど、やっぱりダメでした。でもこれから、あそうだ苦手な曲は最初に歌っちゃえっていうのが分かった、いつもそうやってるんだけど、誕生日の歌だから最初に歌うのってほらなんかねいやいいんじゃないですか、それか真ん中に紛れ込ませる、やだ恥ずかしいんだもんさあ残り30秒ほどになりましたので、はい、それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。桜平グッドラックステーションゼロモーニング、この時間のナビゲーターは佐藤真希と月曜日の諏訪ひろみでした。それではまた、バイバイ。